アジアのスポーツ。アジアで人気のあるスポーツには、サッカー、クリケット、バスケットボール、バドミントン、野球、卓球などがある。クリケットは、アジアで人気のあるスポーツの一つである。アジアクリケット協議会は1983年に設立された、アジアのクリケット発展促進のための組織である。アジアクリケット協議会の会員の内訳は、4つのテスト会員。 7つの巡回員、11の巡回名員、4つの正会員である。巡回員は香港、クウェート、マレーシア、ネパール、シンガポール、タイ、アラブ首長国連邦である。巡回名員はアフガニスタン、バーレーン、ブータン、ブルネー、中国、イラン、モルディブ、ミャンマー、オマーン、カタール、サウジアラビアである。正会員はインド、バングラデシュ。 スリランカ、パキスタンである。インドネシア、日本、フィリピン、韓国の4カ国はアジアクリケット協議会ではなく国際クリケット協議会東、アジア、太平洋部門に加盟している。しかし、インドネシアはアジアクリケット協議会にも同時加盟している。アジア競技大会はアジアのアスリートが参加して4年ごとに開催される総合競技大会である。 アジア競技大会はオリンピックに次ぐ世界で2番目の規模となる総合競技大会である。2012年のバンディ世界選手権はカザフスタンのアルマトゥイで開催された。国際バンディ連盟はアジア連盟を設立し、第1回アジアバンディ選手権を2012年12月に開催する。国際バンディ連盟会長のボリススクリニックは屋内リンクの建設を含めアジアにおける 万里の発展に期待している。ありがとうございます。